まあ、ウイルス側の季節性だけを言ってるとバランスが悪いんで、まあ、人体側の、えー、季節性っていうのもちょっとね、検討してみたいなということでですね。やっぱりですね、私、こういうニュース増えるかなと思ってたんですけど早速ですね、昨日、ですね、11月17日に東海テレビの、えー、ニュースなんですけど私、東海地方に住んでないんで何で知ったかというとヤフーの天気記事ですね。えー、で、こういう、い、えーまあ 脳出血ですね脳出血で、えー、コロナから発生したと思われる合併症の脳出血でこれニュースになっているということはおそらく医師の診断でコロナ。 による死亡というね、えーまあ、死因は脳出血なんだけど、えーまあ、キントンコロナの死亡に含めるんですよねきっと、ね、その感染症が元でこれを併発したというねそういう診断なんでしょうね、えー、本日令和2年の11月18日水曜日をう森林会の大阪大使です SARS コロナウイルス 220a.eu 変異株80代感染者が脳出血で死亡という東海テレビのヤフーニュース記事を見て いた感想といサブタイトルとしては人体の方の季節性あまり考えないよね感染症、菌の合併症増えてくるだろうし第3波の方がやばいのに第1波でやった学校閉鎖をなぜやらないはてなということですねまあこの、えー、80代のその感染者が死亡したという脳出血で死亡したというね、えー、で新型コロナの死,死亡者に含まれているっていうね、えー、ニュースなんですけども えーまあ、冬ですし血管の収縮とかで絶対ね朝晩とかね寒いとですね収縮とかもひ。 増えてくると思うんですね収縮してるのにそこに感染症で血栓とかできたら、えーまあ、急激にできたならばそれは、えー、しその合併症として脳出血とか脳梗塞系が起こる可能性はリス,、ね、リスクが高くなる、まあ、でこ,のこのケースは医師,医師が新型コロナの、えー、から合併症で、えー、脳出血を受け、えー 併発してそしててそ死因が脳出血でニュースになっているのは新型コロナの死亡者に入っているからでしょ。だから、まあ、こういうケースがねやっぱ季節性人体側の季節性で起きてくる可能性は高くなるわけですよねで。これは高齢者だからっていうわけじゃないと思うんですよね。えー、脳出血っていうのは 脳出血、脳梗塞っていうのは普通にね、えー、多分40代とか50代、まあ、40代、50代も高齢者に含めるのかわからないですけどパキスタンとかインドだったら高齢者になるかもしれませんが日本で40代、50代を高齢者に含めるかどうか分からないけれども、えーまああのー、普通に起きえるんですよね、でそれっていうのはおそらくですけど背景、ねえー、よりも、えーまあ、背景だとね重症者あ まあ最終的には医師の判断で重症か重症じゃないかやるんだけど背景だと人工呼吸器つけたりエクもやったりするんでまあその瞬間にはまま重症だねっていうふうに分かるんですけどえ脳出血とかって急に来ちゃう可能性あるわけでしょその4050代の人とかってねだから自宅待機中にこうなっちゃう可能性だってあるわけですよね。 だから、えー、その人体側の季節性っていうのも、えー、結構影響していくんじゃないかなと思いますで、えー、ここにきてですね私が疑問なのはこれアメリカのねこれ今表示されてるのはアメリカの,その教育館の全、えー、状態職場がどうなってるのか。あー うんとかねえー、国境管理がどうなっているのかとかっていう政策を各国別で見,見れるサイトなんですけどもアメリカって今、やばいですよね <laughs>。 まあ、第3波が第2波もう突っ切ってもいっちゃってで、まあ、死亡者もおそらくこのままいったならば、まあ、即死するわけじゃないんで新型コロナで即死するわけじゃないんで、まあ、比較的脳出血とかそういうやつっていうのは、えー、感染から死亡までの期間ってものすごく短くて怖いとすごい怖いと思うんですけどねお医者さんとかが、えー、気をつけてみる肺炎とかよりもおそらく、えー、気をつけてみないといけないその。うん 合併症だと思いますけれどもまあそういうのだったら早く数字に表れてくると思うんですけどこれ遅れて多分こ死者数上がってきますんで今1日に1000人とか亡くなってるアメリカですけどもいずれあのシナリオからすると数千人で下手すりゃ1万人ぐらいまでなっていくっていう予測でしょこのそ,れそれっていうのはおそらくウイルス側の季節性だけじゃなくて10日か,かつての,その感染症の 未来の予測をしてるんじゃなくて、かつてこうだったからこうなるでしょうっていうことね、な,なるでしょうっていうかなるでしょうとは言えないけど、シナリオね。だから、かつての疫学って全部そうで、過去のことを検討するわけですよ。だから、過去のけんことを検討するときの季節性に、ウイルス側の方にみんな目いっちゃうんですけど、我々人体側 例えば日光を浴びる時間、明らかに少ないよね、緯度が高いところね <laughs>、えーな。例えば北半球で、今、北半球というのは今、冬場になっていくんですけど、えーと、特にスウェーデンとかそういうところとか、フィンランドとかデンマークとか、ああいうところとか、カナダとかね、緯、え、度、ー、高いところって、あの日照時間、そもそも少ないよね、その日照時間が我々のそういう、なんとか、その病的なものに対するリスクって上げるんでしょう、きっとね。 で上げるからで、インフルエンザであろうが他の感染症であろうが冬場に季節性があるというのはそのウイルス側じゃなくて我々人体側だって季節性でそういうリスクが上がってるんですよってことでしょで、えー、特に脳,脳梗塞系とか脳出血とかそういうい血管系ね血管収縮系、えー、そしてその中の血栓、えー、塊、詰まり系みたいなわかんないけど <laughs> 私、医者じゃないんでわかんないですけどそういうやつって季節性あるでしょ必ずねあの冬のほうが多いとかってあると思いますよ。 でそういうねそういう季節性を考慮した場合にやばいでしょってで,で小学生とかなんとか幼稚園児とか乳児ね乳児とかがあのその、まあ、乳児は脳炎というリスクがねリスクカーブ取ったら乳児がちょっと高くてそこからこう5歳6歳ぐらいまで下がってそしてずっと分かんないけど。 20代ぐらいまで下がってそこから上がっていくみたいなね、そういうカーブを取ると思うんですよね、<うん S 1> インフルエンザであろうが、なんていうか、のその他感染症であろうが、新型コロナであろうがね、その中で <laughs>、その中で、今恐ろしいのは、感染リスクが、重症化リスクが低いとされる人たちもうつしちゃってる可能性があるってことでしょ。 全部が全部移してやってる可能性があるかどうか分かんないけど全然無症状だから普通に行くじゃん学校にね PCR 検査もしないしねでその人たちが移してるわけでしょで特に保育園とか幼稚園なんてノーマスクです当たり前ですよねベロ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 ですよだからそういう人たちが、えー、活動してで親が移るでしょで各家族だったらまあ親の年代にもよるけど、えー、比較的多分重症化するリスクが低い。 低いその家族4人とか5人とかね。で、だけどそこに、あの田舎なんて、まだ各家族化があめ、あのー、なんていうか、なんていうか都、都会部よりも進んでないんで、おじいちゃん、おばあちゃんいたりするわけですよ。でもしくはその家にいなくても、田舎って結構家ぼんぼこ立ちますから、やっぱ土地安いからね。だから、隣に作ってるってケースがあるから、2世帯住宅じゃない隣に作ってるとかね、もしくは隣町に住んでるとかね。 まあ、あの車でちょっと30分ぐらい走,れ走らせたらいるとかえ下手すりゃその地域にね地域に、えー、親両親の家とかがあってでおじいちゃんおばあちゃんとかって会いに行った時にあの広げていくっていうリスクがあるわけですので今はだから今もし来たらば第 2, 2波とか第3 1波を超えたらならば。 日本でもね超えたならばそれは死亡者とかねそういうのに、えー、陽性率とか感染者数とか、えー、なんかで。 らないといけないいいととけ思うんですよねでニューヨークは一応陽性率が3%超えたらもう学校を閉鎖しますってもう言う宣言しておいてやるわけねだからその陽性率も実はコントロールできちゃうんだけどしかもニューヨークでも日本の方が多分コントロールしてくると思うけどね官僚を含めね <laughs> 官僚を含めやってくると思うけどまあそれでもいいからあらかじめ宣言しておいてこうなったらこう学校閉鎖今回もやりますよっていうのを言っとかないと冬に突入してね学校閉鎖しなかったら何なのって話にならない 感染者増え数増えて、えー、死者数が今低い,低いけど季節性ありますから考えてくださいよってこと季節性夏,より夏は低いかもしれないよなもしこの80代の、えー、人がですよ夏にかコロナにかあと1か月か2か月ぐらい前に感染してたらもしかすると亡くなってないかもしれない脳出血を起こしてないかもしれないわけですよ で今ちょっと寒くなって朝晩寒くなってきて今だから起こしてるかもしれないしね分かんない分かんないどういったケースか分からない別に分かんないけどねそれを掘り下げる気はないけど増えてくんじゃないかなと思うんですよねはい以上です